れはもうお客さんのこれ権利だからね。生姜とお砂糖とお醤油、これだけ。どんぐらいに切るかっていうとこれぐらいで、こういうちょっとさ、うわー、これ玉ねぎ、玉ねぎ入れる。こんばんは、私がタイのタルタルソースシュートです。はい、今日はもうね、夏も終わりかけ、今9月5日のこれ早朝3時40分に、撮ってるんですけど、今からね、豚の生姜焼きをいただこうかなというところです。はい、でどうですか、豚肉、豚肉って今どんな食い方が一番うまい？うん、とんかつ、とんかつ、とんかつはね、豚肉の美味しい食べ方としてはね、第2位、うん、生姜焼きでしょ、生姜焼きでしょ、で生姜焼きはね、これ残念ながらね、これ3位なんだ、3位。うん、1位、何か分かんない。1位はね、しゃぶしゃぶ。うん、豚肉で一番美味しい、食べ方はしゃぶしゃぶなんですよ。しゃぶしゃぶ、うん、分かる、しゃぶしゃぶ。うん、でじゃあ今日しゃぶしゃぶやればいいじゃんって話なんですよね。うん、でただ生姜焼きもこれ3位に入ってるんで当然美味しいんですよ。美味しいんだけど、さ、なんかいろんな、なんか出回ってるレシピ見てさ、やるとさ、そんなにも美味しくないでしょ。うん、なんかやれ、豚のロースでなんかね、なんかいろんなものに漬け込んで2時間漬けてから焼いて、なんか玉ねぎがどうちゃらこちゃらって、どうせさ、焼いた時になんかパサパサってなって美味しくないでしょ。うん、で美味しくないだろうってなんか言ってたら、結局そのてめえでやってみろって話でね。うん、なんで今日ちょっとまあてめえでやってみようかなというところで、実はその豚肉の美味しい料理ランキング第1位のしゃぶしゃぶと生姜焼き掛け合わせて、ね、まあ、ちょっと新しめの、まあでもまあ多分ね、みんなね、お母さんやってると思うよ。うん、まあそういうあんまり焼かない生姜焼きをやって、まあ、作って食べようかなというと思います。はい、では最後までお付き合いください。はい、ね、じゃあ調理していく。で、調理していくんだけど、今日使うのは、順番前後する、キャベツと、玉ねぎでしょ？で、主役のこれ豚肉だ。で、豚はこれ、ロースじゃなくてね、今日ね、豚バラ。で、豚バラはさ、この油の加減、よく買うときに見て、うん。じゃないと、もう、これも結構ちょっと油っぽいんだけど、ね。油だらけのやつになっちゃうと、やっぱりそれはそれで美味しくないからね。だから、ちょっと具合のいい感じの、見て買う。選ぶ。もう、これはもう、お客さんのこれ権利だからね。うん。まあ、権利主張してもしょうがないんだけど、とりあえず豚バラはよく見て買うっていう、もうそれだけ覚えておいて。うん。一応基本的な具材はこの3つ。プラス、生姜とお砂糖と、お醤油。これだけ。で、先にちょっと野菜から切っていきたいんで、まず、キャベツ。今日一応これ、まあ1人前の、まあ分量とかね、あんまり気にしないで。うん。俺がいっぱい食べるんで、こういう量になってるよっていうこと。で、今日ね、俺はね、これ4分の1ぐらい食べようかなって思ってる。4分の1ね。したがって、これ残りは冷蔵庫入れていくよ。どっち入れようかなって、こっちにしよう。はい、だから、これ残り2つはしまっとくと。
で、これ芯が大好きな人は芯も食べていい。でさ、これキャベツなんだけど、よく洗ってね。あの、虫だったりとか、やっぱり野菜の土ってあれ菌がいるもんだからさ、意外とその野菜での食中毒ってあるらしい。うん。まあ、俺はちょっと気にしないでそのまま行くんだけど。で、キャベツね。キャベツ。うん。これ普通千切りにするじゃない、細く。今日ね、千切りにしない。うん。千切りにしない。どんぐらいに切るかっていうと、これぐらい。うん。だいたいね、8ミリから1センチぐらい。もう、なんだろう。千切りにしますよって言った時に、アホななんか小学生が、こんな太かったら千切りじゃないよっていうぐらいの太さにしといて。うん。で、これ食べにくいんで、こんぐらいにさらに切ると。うん。こういう状態。こういう状態ね。うん。こんぐらいの太さはね、実はね、一番美味しいから。うん。で、俺はもう洗わないんで、キャベツをたくさんもうこうやってもう持っとく。ね。すごいね、これ。もつ鍋みたい。もつ鍋じゃないんだけど。で、持っとくと。ね。で、今回は漬け込まないんだけど、これ玉ねぎだよと。ね。はい。玉ねぎは、これも薄く切らないで、こういうちょっとさ、なんていうのこれ。こういう切り方。なんだっけ？くし切り。うん。くし切りにする。うん。こんな感じね。で、これは、茹でるから。取っとくと。で、豚バラも、なんか、まあ、気の利いたお店でさ、ちっちゃく、カットされてるようなお店だったら、そのままでいいんだけど、通常はさ、こうやってもう、ビロビローンってこう長いから、これでもいいんだけどね。うん。俺普段やってる時はもう、このビロビロのままで、やっちゃう。めんどくさいから。うん、ビロビロのまんまでもいいと思う。で、今日はこんなもんで、まあ、一口大、まあ、一口大って言ってもさ、みんなそれぞれだから、大きさはどうなのかってことで、まあ、俺の一口大でいいよな。うん、こんなもん、一口大にしとく。ね、OK。で、もう下準備これだけ。で、本当は、ここにこうなる前に、お湯沸かしとけって話。うん。お湯沸かすからね、今日。はい。で、じゃあお湯沸かすとこに、チェンジと。はい。うまく飛んできたかな？今これお湯がね、これグラグラに沸いてるんだわ。ね。グラグラに沸いてるんで、まずは、これ玉ねぎに、入れる。でさ、玉ねぎこっちをばらしてさ、1分から2分ぐらいかな。1分から2分ぐらい。ね、ちょっと茹でていくよ、と。玉ねぎ当然これね、もっと多い方が好きだよって人は多くして。うん、多くして。俺は大体こんなもん。4分の1使ってるからな。十分じゃ十分だな。茹でていくよと。で、まあ多分これ1分とか2分ぐらい茹でるんだわ。じゃあ一応今日2分弱茹でようか。
2分弱茹でよう。はい、2分弱茹でます。はい、さあ、あと何秒、あと30秒ぐらいか。なんか浮き上がってきたらいいっていう説もあるよな。うん、そろそろじゃあお肉入れちゃおうか。お肉入れちゃおうか。一個食べてみる。うん、一個食ってみる。あ、シャキシャキ、ちょうどいいね。え、ここにさ、ここにさ、お酒ちょっと火を埋めてね。お酒入れます。お酒で、お酒じゃなくてもね、実はどっちもいい。お水でもいい、お水でもいい。うん、要はちょっとね、これ温度下げたいのよ。温度を下げたい。で、下がったとこでしゃぶしゃぶしていく。で、色がちょうどいい感じに変わってきたな。これもうやりすぎたらもうこれ台無しだからね、今日の。はい、で、あとこう余熱火取るからザッと揚げちゃう。で、ここさ、一応キッチンペーパーがなんかで、ね、ガーッともう拭いちゃってさ、綺麗にする。で、こっからだ。こっからもう難しいことなんもない。砂糖を山盛り、小さじが2ぐらいね。とお醤油、はい、こんぐらいで、もう火かける。で、ここにさ、もうチューブの生姜でもいいし、もうすった生姜でもいいけど、ちょっとこれ多めに入れて、今日調味料これだけで、砂糖が溶けてくるから、ね、生姜と混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜして、そしたらもうすんごいさ、生姜もいい香りするわけね。煮立ってきた。戻してね。で、もうちょいちょいちょいと、ちょいちょいちょいと、あんまりもう火を通すってイメージじゃないよ、これ。もう絡める。はい、終わり。はい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 。こんな感じだ。やばいでしょ、これ。じゃあ、食べよう。はい、完成しました。ね、生姜焼き。改めて、こんな感じ。こんな感じ。どうすか？どうすか？もうあったかいうちに、ね、食えっつうことなんで、早速じゃあ、いただきます。じゃあ、いただきます。いや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 、これもお好みで、ね、マヨネーズとかそういうのはもう好きなようにやって、うん、もうルール無用だから、もう肉からだね。分かるこれ、分かるこれ、プル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 テルテルね。うん、うまっ、うまい。もう白飯に合うの当たり前すぎ。うん、これよ。
もう漬け込まなくていいんだから。ねえ、このちょっとこの濃い味、濃い味ちょっと飽きてきたなって時に、このぶっといさキャベツがいいのよ。ぶっといキャベツが、うん、ちゃんとね、このキャベツの味がするんだな。もう千切りなんかさ、ほとんどあれ水の味じゃん。で、やっぱり傷むし、どうしても。ああ、うめ。まあでもこの生姜焼き、簡単でね、美味しくできるんで、ぜひやってみてください。はい、それではまた。